はいどうも、FTK です。今回は宮崎県南のとある港に来ております。で、今日はここで何を狙うのかと言いますと、メッキでございます。宮崎のメッキはですね、わりかしそのサイズがいいんですよ。まあ、25センチ前後がアベレージで、時々ね、30センチオーバーとか来るんで、あとは水温が高いせいか引きがすごいです。今回はそのメッキをちょっと釣ってみたいなと思ってきました。ちょっとね、思ったより濁ってるんですよね。やっぱり雨が降ったせいもあるんでしょうけどね。でも逆にメッキって結構濁った方がね、いい場合が多々あるんで、まあ、フィッシュイーター的に全体的にそうじゃないですかね。ブラックバスとか濁った方が釣れますよね。シーバスも、まあ、そんな感じですね。で、今回のタックルはこちら、ワーク65クラス2 EVA バージョンでございます。はい、そしてラインの方はザルツゼノスエギング 0.65。 このゼノスエギング 0.6 とか 0.8 なんですけど、まあ X8 なんですけどね、まあ強い、びっくりするぐらい、あとめちゃくちゃシルキーです。でリーダーは LST ショックリーダーのフロロカーボン16ポンドです。50センチか60センチぐらいあればね、メッキはこと足ります。で、まずはルアーの方なんですけど、金で60、廃盤になっております。60はですんで、50からちょうどいいと思いますでも60がちょうどいいです。本当は50か60。で、フックの方は、トラウティンシングル28、デコイさんのシングルフックですね。の、これは6番かな ?6 番つけてます。で、スナップも、デコイさんのスナップ、ラウンドスナップ。これノーマルの方のやつですね。の、これは1番。で、ドラグの方なんですけど、メッキの醍醐味は、ドラグを強めにしてですね、柔らかめのトラウトロッド系の竿を目いっぱい曲げて楽しむっていうのがね、これ僕のおすすめです。もう非常に楽しいです。じゃあ早速やっていきましょうか。さあ、ちょっとこれね、濁ってるんで、もしかしたら平セイゴとかも結構釣れるんではなかろうかと思います。あ、ボイルしてますね、壁際で。干潮とか結構この辺に溜まってたりしてたんですけどね、全体的に濁ってんね。来た。おっしゃ、来た。おー、超低い。何個。死ぬか。この引きが。死ぬが来ましたね。抜けるかな、これ。よいしょ。よいしょ。ああ、ちょっと厳しいな。こっちから回るか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。剥がれるかな。ここ一本。よっしゃ。でかっ。40ぐらいかな。
やべ、釣れねえぞこれ。めっちゃいる。しかも結構いいサイズ。スロープ釣れるっすよね。忘れたかな。あ、惜しい。よっしゃ来た。楽しいです。めっちゃ引きます。これは銀亀でしょう。よいしょ。ほら。釣れました。銀亀アジ。どのくらいかな。尻尾の先っちょで24とか、そのくらいです。結構いっぱいいたような気がしたんですけど、どうかな。おー、いた。おー、来たー。あー、めっちゃ引く。めちゃくちゃ引く。よいしょ。ほいっと。かなで。釣れますね。興奮してるうちに投げる。絶対まだ興奮してるよ。こんな。あ、来ないかな。来ないか。あ、いたような気がするけど、ゴミがくっついちゃったかな。あ、いた。あ、ちょっとちっちゃいな今の。ちょっとずらそう。浅いとこ。ここら辺できそうだけど。あ、いた。ほら、おった。よし、ちょっとちっちゃい。サイズダメ。お。こいつ霞味なんですよね。この結構ね、見切りますね。めっちゃおるやん、ここの中に。だこれついてきてるっしょ。こんなか。ちょっとすれてきたかな。ちょっと難しくなってきちゃったかな。よしよし。これヒラやん。よいしょ。はい。よいしょ。はい。ヒラセイゴ。この子も面白いんですよ。で、油断してるとね、結構50とかが出るんで、ここでも。あ、痛いと。うわ、すっげえ、これ。めっちゃ引く。あ、外れた。おー、いや、めっちゃ引くぞ、これ。でけんじゃないか、結構。めっちゃ引く。おー、リアチャー。よっしゃー。うわ、このサイズであの引きですよ。これは結構でかいよ。結構でかい。
27、8とかですね。いいサイズ銀亀ですね。めちゃくちゃ低い、面白い。食った、いきなり入ってきたな。あ、これはよいしょ。どっちだどっちだ君。あ、浪人っぽいね、ちっちゃいけど多分浪人味ですね。もう一個いこんかな、サイズ。超低い超低い、おっしゃ、きたきたきた、めっちゃ低い面白い、これいいサイズだな、キョイちゃん。ちょっと、でか、これでか、ちょっと待って、ちょっと待って、これでけ、ちょっと芝生の多いか、これでか、これでかくねえか、おい、尺かな、尺あるよね、これ、ほら。30はある、これでかっ。奏で60で、これでね20なんで、でこれが10センチぐらいなんで、うん、尺あるなし。面白すぎる、面白すぎる。これちょっとちっちゃいな、ベイビーちゃん。でも浪人だよね多分。あ、浪人っすね、浪人だ。ほいほい、よっしゃ、来た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 、よっしゃ、これはいいんじゃないか、結構強いぞ、よっしゃ、最後の最後で来た。よし、これでエンディングとしましょう。悪くないと思うよこれ、めっちゃ強い、すっげーパワー、うりゃー、そら、きた、尺ですね、きました、奏で最高。映ってますかね、これこれもね、ここで、うん、尺ぐらいですね、ちょうど。よしってことでね、今回はメッキゲームやってみましたけど、いやー最高です。このほんとあのパラボリックな竿を思いっきりこうね曲げ込んで遊ぶ、これがもう最高に楽しいです。はい、ということで今回は港でメッキ釣りやってみました。最高に楽しかったです。この曲がり最高ですね。それではまたね。